もう心配いりません。容体は安定しましたよ。リカちゃん。リカちゃま。他にベッドは？隣の診察室にあります。こちらです。監督、リカちゃんの怪我の具合は？レントゲンは取りました。骨に異常がなかったのは、せめてもの救いです。しかし、あの鉄平という男は、どうしようもない奴です。こんな小さな女の子に、容赦なく暴力を振るうなんて。僕が逃げたら、サトコに向いていたのです。代わってあげられてよかったのですよ。サトコちゃんが我慢して言わなかった分、私は彼女の境遇を過小評価していました。正直ここまでとは。もしも放置していたらと考えると、恐ろしくて体に震えが走ります。それで鉄平はあの後どうなりました？沖ノ宮署の大石さんがかなりの人数で行方を追ってくれているそうです。北条家を家宅捜索したところ、非合法の薬物も多数発見できたようなので、傷害以外の余罪でもしょっぴいてみせるって息巻いてましたから。できればもっと早く尻尾掴んで捕まえてもらいたかったけどな。こんな状況だけど、いいかな？リカちゃま、まだ寝ていても？今日、高野は休みなのですか？え、ああ、もう帰られましたね。それが？僕は大丈夫なのです。それよりも、サトコの様子を見てきてほしいのです。一人ぼっちだとかわいそうです。わかりました。シオンさん、行きましょうか。ケイチは僕の協力者なのです。浮気相手なのですよ、ニパー。浮気って？あ、まだ自己紹介してませんでしたね。前原ケイチです。警視庁公安の赤坂です。あ、ちょっと待ってもらえるかい？あ、はい。あの、一体何を？申し訳ない。この部屋が盗聴されてるかどうか
一応調べておこうと思って。職業柄、一筋縄ではいかない相手とばかりやり合ってきたもんでね。リカちゃんの協力者ということだから信用して話す。ただこれからの話は誰にも内密にしておいてほしい。いいかな。まずはそうだな、リカちゃんと私が知り合った馴れ初めの話からしないといけないかな。奥さんに言いつけてやるのですよ。そうだな、命の恩人とはいえ今度は私が刺さるそうだ。それで赤坂、あなたはどうしてこの雛見沢にまた来てくれたのですか？休暇だよ。この雛見沢を数日観光した後は和倉温泉に向かって夫婦水入らずでのんびりする予定だった。だけどその前にリカちゃん、一つだけ教えてほしい。あの時君は私に助けを求めてくれた。今でもそれは間に合うだろうか。私は君の力になることができるだろうか。ここは人の命を何とも思わない連中でいっぱいです。これを伝えても何も変わらないかもしれないけど、でも死という月を映す水面をかき消すためなら小石を投じることもあるかもしれない。そしてさらに翌年の昭和58年の6月の今日、あるいはその数日後か、私が殺されます。すべての死が予定調和なら最後の死もまた予定のうちなのでしょうか。でもならばこれは一体誰の予定なの。私は幸せに生きたい。望みはそれだけ。大好きな友人たちに囲まれて楽しく日々を過ごしたい。それだけなの。
それ以上の何も望んでいないの。死にたくない。屋上？なんでそんなところに？ああ、奥さんには教えたこと内緒にしててくださいね。なんでも遠くにお出かけになっているご主人に頑張れって声を送っているんだそうです。毎日お一人で階段を登ってそうするのが日課なんだっておっしゃっていましたよ。どうしたんですか、あなた。ユキエ、頼む。動きたい気持ちはわかるが、戻るまでおとなしくしていてほしい。一生のお願いだ。一生って、おほげさですね。ひょっとして、看護師さんから何か聞いたんですか？恥ずかしいです。君の気持ちは本当に嬉しい。心の底から、君にはいつも感謝しているんだ。本当に、私には過ぎた妻だと、私は思っている。急にどうしたんです？何かあったんですか？あなた。だから、頼む。君に万一のことがあったら、私は本気で生きていく力を失ってしまうだろう。いつまでも君とは、ずっと、温かな家庭を築いていきたいんだ。心配しすぎだと笑われるかもしれない。だけど、私は。あなた。わかりました、あなた。私こそごめんなさい。自分の体を気遣うことを忘れていて、あなたが戻るまではおとなしくしていますね。ありがとう、ユキエ。いえ、あなたのお気持ち本当に嬉しいです。あなたこそどうかご無事で戻ってきてくださいね。
そして君の予言通り、この村に毎年たたりを語る怪死事件が起こったと聞いた。君が私に教えてくれたことは全て事実だった。そして君は最後に自分は今年殺されると言っていた。赤坂。確かに私にとって妻と娘は何よりも大切なものだ。だがそれは君がいてくれたからこそ失わずに済んだものなんだ。なのに二人を助けてくれた君が不幸に遭うなんて私は絶対に認めない。だから私が今手にしているこの時間とこの力、ぜひ君のために使わせてくれ。あ、赤坂。本当に長いこと忘れていた気がする。でもようやく思い出したよ。長いこと待たせてすまなかったね。本当に長いこと待たせやがったです。そしてこんな最後の最後の世界で本当に都合よく帰ってきやがったのです。赤坂、赤坂。私は無条件で君の味方だ。君のどんな不思議な話も信じるよ。そして君の命を狙うという敵を必ず打ち砕いてみせる。そろそろ潮時だな。それでリカちゃん、君は高野美代が怪しいと睨んでいるわけだね。疑っているというよりも確信なんだろ、リカちゃん。となるとこの診療所のあの入江って医師からどう話を聞き出すかだな。南沢症候群の研究の規模と資金から見ても高野はトカゲの尻尾だ。東京という組織が何を企んでいるのかを突き止めない以上、根元を調べて立たなければ別の奴が来てリカちゃんを消そうと考えるかもしれない。確かにこのたたりは誰の意図かは分かりませんが、無意識にこの村の人々を支配しようとする悪意があると思います。それが東京だとしても、どういう意図で今年のたたりを引き起こそうとしているのか、それが分からなければ意味がない。ともかくまだまだ情報が必要だ。引き続き調査してみるから、前原君とリカちゃんも何か情報を手に入れたら私に教えてくれるかい？わかりました。任せてください。赤坂、他にも東京との連絡係を務めている富田家の協力も必要です。特に彼の場合は、このままだと今度の綿流しの晩に高野の手で殺されてしまうのです。それはどうして？わからないのです。でもこの殺人にこそ高野の黒い思惑が潜んでいるように思えるのです。だとしたら今度こそ助けなきゃいけないよな。マミやリナのようにしくじったら
もう目も当てられなくなる。そうなのです。でも奈良、リカちゃん、ちょっと考えたんだけど、こういう手はどうだ？それは、まさか、本当にそれで大丈夫なのですか？でも、そんなことをすれば、一緒に来ている奥さんだって。大丈夫。妻と娘は知り合いに警護の協力を頼んで、訳を話して東京に帰すよ。そのまま実家に行かせて、公安の身辺保護プログラムを発動させるから問題ない。赤坂、それでもあなたが危険に。それにさっきも言ったけど、リカちゃん、君は妻の命の恩人だ。君の言葉がなければ、私は妻も、娘さえ失っていたかもしれない。だから今度は私が、君に恩返しをする番だ。信用してほしい。赤坂。やあ、リカちゃん。よく来たのです。ミパー。僕に話ってことだけど、一体どうしたの？富竹2号について。何か情報をつかんでいますか？なんだよそれ。富竹2号？それは一体何のことだい？最近沖宮署に入った刑事のことです。聞いていませんか？沖宮の刑事。リカちゃん、それをどこで？
赤坂は僕のお友達なのです。5年前にここに来た時に仲良しになったのですよ。え？ああ、そういう意味か。しかし5年前とは随分前の話だな。よく覚えてたね。もちろんなのです。だって大臣の孫が誘拐された時にここに来ましたから。ということは、あの刑事。警視庁の公安です。5年前にも大臣の孫を探しに来ましたが、今回は何を探しに来たのでしょうね。富武、東京の動きは今どうなっていますか？どうって、いや別におかしなこともなく通常通りだけど。ちょっとだけ彼の話に出ていたのですが、東京から流入している入江機関への資金の流れに疑問を持ったそうなのです。この明細について一度確認してもらいたいのです。そら、まあ数日中にでも可能だけど、一体どうして？僕たちへの給付が高野と入江に流れてるそうなのです。最近の支払い額が減っていたのでおかしいと思っていたのですよ。そんなバカな。わかった。とにかく本当だったら大変だ。調べてみるよ。あ、富武、一つお願いなのです。お願いなのです。この話は入江と高野には秘密にしておいてもらいたいのですよ。どうして？僕たちは入江と高野にとても良くしてもらっているのです。まだ信じられないし、ひょっとしたらただの勘違いかもしれません。だからこんなことで二人に嫌な思いをさせたくないのです。わかった。確かにお金の勘違いでギスギスした雰囲気になるのは嫌だからね。安心して、リカちゃんのそれが判明したら真っ先に知らせるよ。ありがとうなのです。よろしくお願いしますのです。任せて。それよりリカちゃん、祭りの奉納は大丈夫かい？入江先生からもいろいろ聞いてるけど。大丈夫なのです。ちゃんと最後までこなして富武にいい家を提供してみせるのですよ。ニパー。それは楽しみだ。当日は最前列でバッチリこのカメラに収めるから頑張ってくれよ。じゃ。富武、入江、
嘘をついてごめんなさいなのです。